教育学部小中連携教育コース2年の児玉春菜です。佐賀県の高校と佐賀大学で校内連携プログラムの教師への扉というものをが開かれていて、それに3年間参加して先生の仕事とか教育現場でのいろいろな問題をについて取り組んでいくことによって教師になりたいという思いが強くなって佐賀大学で勉強したいなと思ったからです。プログラムは大学内で開かれていて、現場に立たれている小学校の先生とかに先生ってこういう仕事だよっていうお話をいただいたり、大学生と一緒に大学の講義を受けてみてっていうような感じです。1年生だったらこれができないけど6年生だったらできるとか、ずっと同じ学校にいたら1年生の時に持った子が2年生3年生って上がっていくと思うので、成長の段階が見られるので小学校の先生になりたいなと思いました。わからないって言った子どもが教えたりヒントを与えたりすることによって、分かったっていうひらめきだったり解決できたよっていう子どもからの喜びの声が一番嬉しいなと思います。教育心理学とか教育の歴史について学ぶ教育原理についてだったり、実際に小学校で教える国語とか算数とかをどんなふうに教えていくのかっていう教科教育法、そして専門の家庭科である食物とか皮膚とか住居について専門的なことを学んでいます。こういうふうな答えが出たらいいなとか、こういう気づきがあったらいいなっていうふうな気づきを子どもから出すことはできたんですけれども、実験とか活動をやってやりっぱなしになってしまった児童がいたりとか、学力の差が一クラスの中でもあるので、どういう流れだったらもっと分かりやすく児童に伝えられたのかなっていうことを学んだので、こうすればよかったなっていうふうに思ったところを改善していって、来年の教育実習につなげていきたいなと思っています。遊ぶときは小学生と一緒になって、小学生みたいに楽しく遊んでいて、子どもたちもみんな親しみやすいフレンドリーな感じで、授業をするときは授業するみたいに切り替えのあるメリハリのあるそんな先生になりたいなと思っています。